未だ安倍夫妻に罵詈雑言をぶつける安倍側への苦言。もはや人の心を失っている、がネットで話題。内容はこちら。未だに安倍側が、安倍昭恵夫人に嫌がらせをしているようです。では、丹羽薫さんのツイートより内容を見てみましょう。丹羽薫、にわかちゃんの憂鬱。マジで何なのこいつら。個人の誕生日を悲しく迎えた人に対して、この言葉、もはや人の心を失っている。このアベガーたち、完全に人の皮をかぶった悪魔ですよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。どんな経緯や思想があれ、家族をああいう形で亡くした人に石を投げるのは、マジモンの人手なしでないとできない。日本におけるリベラル勢力の凋落の理由が、まさにこいつらの言動そのものなんだよな。日本にはリベラルなんていない。いるのは反日売国パヨだけ。亡くなってすぐにもこういう輩湧いてきたけど、本当に許せない。人として終わってる。死者に鞭を打つとかって、日本の文化にそぐわないと思っています。死体蹴り。溺れる犬は棒で叩け。どこの文化なのか。死者に鞭を打つ風習のある人種といえば。次はこちら。存命時に太刀打ちできず、負けっぱなしだった安倍川連中が、死人に口なしになると、さらに言いたい放題。こいつらの人間性の低さがよくわかる。個人の遺族にネチネチ言う品性の下劣なのは明らかですが、どうせ本人目の前にしたら、何も言えない手虫みたいな連中です。森こけ追及で赤木さんを追い詰めて死に追いやっておいて、亡くなった安倍元総理の誕生日で、昇進の昭恵夫人にそのことで文句をつけるとか、本当に安倍叩きの人たちは狂ってますね。日本が嫌いでも、日本でしか生きれない人たち。小心者であり、なおかつ狂人そのものだと思います。次はこちら。論理破綻していた森こけ桜の言いがかりを信じ込んでる層って、特殊詐欺に簡単に引っかかりそう。未だに森こけって、安倍があって情報の更新まともにできてないの。わら。安倍さんはもういない。いつまで安倍側してんだ。つか、赤木氏は特定野党の嫌がらせが原因で自殺したと司法判決が下っただろ。ガスゴミ左翼特定野党は裁判所直々に、お前らが殺したと指摘されたことをいい加減認めて、死の墓の前で土下座してこいや。どれだけの情報弱者がマスコミによって洗脳されたか計り知れません。マスコミを許してなるものですか。最後はこちら。それだけ安倍さんは偉大だったということ。おかしな左翼に批判されない政治家は役に立ってない証拠。安倍さん惜しい。今でも亡くなった気がしない。もはや思想や主義主張の問題ではない。人間として同意、共感できる点が全くない。こんな犬畜生にも劣る連中の言葉に耳を貸す気には全くならない。反日をパヨに批判されない政治家は日本の役に立ってない証拠。まさにその通りだと思いますよ。結論。あのような形で愛する主人を亡くした安倍昭恵夫人に対し、心ない誹謗中傷や罵詈雑言をぶつけることができる安倍側は、もはや人の心を失った悪魔そのものだと思います。なぜ今も昇進を抱く一人の女性を、さらに追い込むようなことができるのでしょうか。自分が昭恵夫人の立場になって考えてみてください。そうすれば、おのずとわかるはずです。もしもわからないのであれば、もはや人ではありません。完全なる醜い悪魔そのものだとしか言いようがありません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと。
今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。